山本修五郎作三重振袖お雪が水戸松の裏口で転んだとき折り行くその店に友家の旦那が来て飲んでいたそれでそれがその二人のつつましい縁の始まりになった 三戸松は日本橋上佐町の越中堀の貸しに面した路地の角にあるごく小さな客の七八人も入ればいっぱいになるくらいの飲み屋で魚も格別これと自慢するほどのものはできないし飯はぶっかけと決まっていた客も裏振れたような人たちが多く越中堀へ入る船の船頭とか 裏棚に住む職人や火を取りまた通りかかりのかごとか車ゃなどというのが主であった狭い店の一方におでんの鍋があり主人の平吉が控えていて魚の皿をこしらえたり酒の缶をつけたりするその鍋前に半台が鍵の手に取り付けられ 体へ御座を乗せた腰掛けが並んでいる客はそこに腰をかけて飲んだり食べたりするのであったこう言えば分かるとおり水戸松はごく基地臭い飲み屋である家族は主人の平吉と女房のお松だけ平吉は片方左の足がない太ももの半ばから切断されているのである 体格は相撲でも取りそうにたくましいし眉が濃く目がギョロッと大きく唇が厚く顎が合っている鍋の向こうに腰をかけていると片足のないのが見えないからよほど立ちの悪い客でも食い逃げや飲み逃げをしようなどという気は起こさないようであったお松は 亭主より5つ年下の32歳である背丈は五尺そこそこしかないが亭主が動けないので店の仕込みはもとより立ち働きは皆彼女がするためか体はよく肉づいているし丸顔の頬はいつも張り切って赤く油性で冬でも鼻の頭に汗をかいていた食い逃げ飲み逃げの客はなかったが 夫婦とも人がいいためについ貸し感情がたまりがちで自分たちは二人女帯にもかかわらずひどく逼迫しているのが常であったもう数年前のことになるが雨の降る夜の10時ごろにもう店を閉めようとしているところへ客が来た酒を2本ばかり飲んだ後、ぶっかけを1杯と注文された。 ぶっかけというのはネギとアサリとかたたきいわしとネギなどの汁を飯の上にかけた丼物の,のことでその時汁はあったが飯がなかったもう客はないだろうと夫婦ですっかり食べた後だったのであるしかし商売だから断るのも惜しい飯が冷たくってよければと言って お松ひそかに路地裏へ抜け出して行き鴨地屋のおふみから丼に一杯の飯を借りてきて間に合わせたなどということもあった「あん時はその借りた飯でさえ五六日も返せなかったっけな」夫婦は時に思い出して苦笑し合うが現在でもそれより良くなっているわけではない。 仕込みの銭がなくて店を休むこともあるし酒屋の勘定には絶えず追われているし特に去年天明6年関東一円にひどい水害があり金国に危険が起こったりしたので年が変わったこの5月頃からひどく不景気になり寒くなるにつれていよいよそれが深刻の度を加えるばかりなので水戸松も このところずいぶん苦しい状態を続けていたこういう店にしてはとも屋の旦那は場違いの客であった年は四十五六肩太りのがっちりした体で色が黒く眉毛が薄く小さな目つきで全体が田舎の障子主といった感じであった大名島の着物に 黒っぽい紬の羽織を重ね木綿のびにこまげたという格好もひどくやぼったく見栄えがしないし話しぶりや飲み食いの様子などは変に堅苦しくむしろ陰気な方であった初めて来たのは9月頃であるが振りの客だと思ったので平吉もお松も注意しなかったしかし中2日置いて また現れそれからずっと三日に一度ずつ欠かさず来るようになった旦那の来るのは夜の九時過ぎと決まっていた遠慮がちに入ってきて二品くらいの魚で酒は三本ゆっくりとすするように飲んで感情には必ず心づけを置いてそしてまた遠慮がちに帰ってゆくのであった。 この店がお気に入ったんだぜ。平吉は女房にそう言った。いいお客様だよ。大事にしてあげなくちゃいけないわ。お松も亭主にそう言った。来始めてから一月ばかり経って、初めて旦那は平吉に話しかけた。その、と旦那は言った。店の名の 水戸松というのはどういうところからつけたんだねあっしどもは水戸のものでしてと平吉が答えたこいつの名がおもつというもんですからそれでまなんとなくああと旦那は微笑したするとつまりのろけたようなものなんだね冗談じゃねえとんだことをおっしゃる 平気中はまごついた。そんな軽口を言う人には全然見えなかったし自分の方には思い当たることがなくもなかったからであるしかしそれが親しくなるきっかけになったようで店が立て込んでいるような場合には一間しかない奥の部屋へ上がって飲んでもらうようになったこんな具合にしてやがて 彼が京橋の水谷町で友江屋という旅屋を営んでいること生まれは信州の小淵沢名は貴兵事情があって家庭が寂しいためにそんな風によそで飲むのを楽しみにしているなどということが少しずつわかったより合いなんぞで茶や酒も飲むけれどと旦那は言うのであった 私はどうもそういう派手なことが嫌いでこの兵さんの店のようなところでないと落ち着かないんでねつまり田舎者の貧乏症ということなんだろうね。そんなふうに言う時旦那の喜兵はいかにも寂しそうで慰まない様子がうかがわれるのであった。 こじなの店をひいきにしてくださるのはありがてえが」とある時平吉が言った「それだけのお棚の旦那なんだからご家内がおさみしいんなら気に入ったものを一人お囲いなさるがいいじゃありませんか世話をしてくれるかねお望みならすぐにでも探しますよ」。平吉は半ば冗談のつもりであった。 けれども旦那の方はそうではなく時々それとなく催促をした「器量は少しぐらい悪くっても気立ての優しい娘がいいね」などとさりげなく言う「薄情なことは決してしないしできるだけの面倒は見るから心当たりがあったら是非世話を頼むよ」。 相手が本気だと分かったので。夫婦も真剣に探す気持ちになった。このような時に。水戸松の裏口で。お雪が転んだのであった。こういうわけだけれど。どうだろう。とお松が言った。ゆうべあんたが転んだでしょ。私が出てみて。あんただって分かった時。私。ああ。そうだ。 っって思って思すぐにうちの人と相談したのよおゆきはうつむいたまま膝の上で両手の指の爪と爪とをすり合わせていた「私もう27なんだおかみさんの話を聞きながらおゆきはこう考え続けていた「彼女は小柄な体なのに ゆったりして見える顔立ちも伸びやかで眉と目の間が広く唇の線も豊かな波を打っている一口に言うとおカ顔で髪の毛もちょっと赤いし決していい器量ではないが全体におっとりとした温かさがあって向き合っている相手になんとなくしっとりとした気分を与えるようなところがあった。 旦那がどんなにいい方かってことは会ってみればすぐにわかるわ」とお松が続けたこんなことあんたに勧めるなんてあた私随分つらいのよあんたにお目かけになれなんてもしかよその人が勧めでもしたんならあたし黙っちゃいやしないそれは分かってくれるでしょええわかるわとおゆきが言ったよくわかるわ おばあたし心を鬼にして言うわあんたも裸な気持ちになって聞いてちょうだいお松の鼻の頭には汗の粒がたまっていた去年の洪水からこっち不景気がひどくなるばかりであんたも内職ではやってゆけなくなっているおっかさんの薬も買えない日が続いていることがあるわそれから夜が更けてからの客で 丼を持ってご飯を借りに行ったりねおゆきは黙ったまま頭の中でつぶやいていた私はもう二十七なんだわお松は自分が世話になったことを話し続けたおゆきの家は元牧木町にあってかなり大きな鴨モ屋を営んでいたが 父親のジロベイが何かの思惑に手を出して失敗し、また知人の借金の裏判をついたりした結果、店をたたんでこの裏長屋へひっするようなこと。あたし、うすうす知ってるのよ。知ってはいるんだけどうちだって日の車でどうしてあげようもないじゃないの。いいえ、してもらってるわ。おばさんにはいつだって。 やめてよ恥ずかしいお松は頭を振った私はおきちゃんのお母さんには随分お世話になってるわ水戸から出てきて誰一人頼るものがなかったしそれこそ夫婦とも北きりすずめだったから浴衣や肌地盤やお腰までもらったことになったそれはお雪が十七の年のことで父親は 挽回作のたためにかななり無理奔走をしたらしらいだが2年目の夏に急性の激しい理病を患って死んでしまった母親のおふみは前からの病診であった痛風という頑固な持病で左右の足が絶えず痛み冬になると腰まで痛みが広がって苦しむのである。 薬はニン人ンを取材とした煎じ薬が合うのでそれを欠かさず飲んでいたが人参が市販を禁じられ人参座の栓売制になって以来その価格は上がるばかりで近頃では自薬として使うには負担が重すぎるようになった父のジロベンが死んでから母親は針仕事や内職で生活してきたおゆきは 七つ八つの年から長唄と踊りの稽古に通い牧町の店をたたまで続けていたので一度はどっちかの師匠をやってみたらどうかという話もあったしかし彼女はそういう派手なことが嫌いなので踊りの衣装も三味線も未練なく手放してしまい慣れない珍仕事に精を出していただがお松の言う通り 去年からの不景気がいつそこをつくとも知れず秋口から冬になると内職そのものも少なくなったし手間賃の払いも遅れがちでこれまでのどの年よりも生活は行き詰まってきていた「ねえ心を鬼にして言うわよ」とお松は言った「世間がこんな具合だし病気のお母さんを抱えていては お嫁に行くこともお婿さんをもらうこともできやしないそれにあんたも年が年だしもしかして縁があっても子持ちのところへ後添いに行くぐらいがオチだわ。ねえそのくらいならいっそちゃんとした人の世話になってゆっくりおっ母さんにも養生させあんたも暮らしの苦労から抜ける方がいいんじゃないの世の中には、 六で身を売る娘だって少なくはないのよ」。おゆきはうつむいたままうなずき分かったというように微笑した。豊かに波を打つような唇がわずかに片方へ曲がっただけで泣きべそをかいたのと区別のつかないような微笑であった。と思いあの旦那があんなにいい人でなければとお松は続けた。 口が裂けたってこんな話あんたにしやしないわさんざおっ母さんの世話になっていながらあんたにおめかけになれなんて勧めるのは私栄養を飲むような気持ちなのよでもしょうがないじゃないのお互いにこんなひどい貧乏なんだもの他にどうにもしようがないじゃないのおゆきさんわかったわおばさん おゆきはやはりうつむいたままで言った。もしその方が気に入ってくださるなら、あたしその方のお世話になるわ。おゆきさん、勘認して。こう言ってお松は前かけで顔を追った。どうしたの、おばさん。あたし正直に言っちまうわ。 お松は泣き声で前掛けの中から言った。あんたが承知してこれがうまくまとまればね旦那からあたしたちも世話料がもらえるのよ。それがどうしたのよ。おためごかしのようなことばかり言ったけれどあたしたちもその世話料がもらえれば助かるの。心の中ではそれをあてにしていたのよ。 おゆきは顔をゆがめどう答えていいか分からず当惑してそっとお松の膝を手で押さえたお松はやはり前かけの中から言った「貧乏もここまで来ると情けないわね」やがて二人は相談を始めた「旦那に会うのは今夜」。 着物はお松が都合することゆきは湯に入って髪を結い化粧をすること紅おしろいもお松が持って行くし髪もお松が言うことなどすっかり手順を決めてそうしておゆきは帰っていった母親のおふみには詳しい話はしなかった寒くなってからほとんど寝たきりのおふみは 髪化粧をする娘とお松の様子を寝床の中から眺めていたがおよその事情を察したのだろうやがて寝返りを打って壁の方へ向き掛けやぐを額までかぶってしまった一度帰ったお松が迎えに来たのは夜の八時頃であったおそらくどこかで借りたのだろう 地味ではあるが古問の小袖に厚板の帯やや派手な色のしごきなどを包みから出し絶え間なしにしゃべりながら自分で手伝っておゆきに着付けをさせた「悲しがらないでねおっかさん」おゆきは心の中でそう呼びかけた「誰が悪いんでもない」。 こういういり合わせなんだもの。世間にはもっと嫌なつらい思いをする人だってたくさんいるんだもの。あたし平気なんだからどうかおっかさんも悲しがったりしないでちょうだい。母親のおふみはその時も壁の方へ向いて寝たままじっと身動きもしなかった。 それから10日ほどたっておゆきと母とは京橋の小田原町二丁目へ引っ越した。ともい屋の旦那はおゆきを一目見て気に入りその家を親子のために買ってくれたのである。それはちょっとした坪庭のある一戸建ての落ち着いた家で部屋も4つあるしすぐ前が堀で対岸は本願寺の土命が続き。 土塀の上に高く本堂の屋根が抜きんでて見えた左の家は銀座の袋物屋の隠居所右隣は何菓子とかいうお直しの控え屋でどちらもほとんど人の声が聞こえないくらいひっそりと静かに暮らしていた引っ越してから三日目の夕方巴家の旦那が来て家の様子を見 おふみにも会って、しばらく話して帰ったがその翌日タンスや茶箪笥や兄弟、長火鉢そして買って道具や食器などのほかに家具二組と座布団まで届けられたさすがにおゆきは興奮し我知らず浮いた気持ちになった昨日は必要なものを見にいらしたんだねえ。 おふみも明るい顔で言った。あんまり何にもないんできっとびっくりなすったろうよ。まあまあこんな細かいものにまでお気がつくなんてずいぶん気の回るお方なんだねだってもう年が年ですものこのくらいのことは当たり前だわ。おふみはちょっと目を見張って娘を見た。 おゆき「そんな調子でものを言ったのは耐えて久しいことだったからである」「おゆきは母親の目つきには気がつかず自分が褒められでもしたようないい気分で自分では気がつかずに鼻歌を歌いながらそれらの道具を気に入った場所に配置するのであった」「これは幸運だったかもしれない」 おふみは寝床の中から娘の様子を眺めながらこう思ってそっとため息をついた「あの方はよほどおゆきが気に入ったのださもなければまだ何のわけもないのにこれだけのことをしてくださるはずがないこれなら嫁に行ったのも同じようなもんではないか本当に」。 これで幸せになれるかもしれないだがおゆきの陽気さは長くは続かなかった家の中がすっかり片づくとおゆきは銭湯へ行ってきてそれから楽しそうに夕下の支度をし二つもあんをつけて母親と一緒に食事を始めたその時はまだ華やいだ調子で 箸を動かしながらしきりに母へ話しかけたりまた絶えず振り返っては新しい家具の並んでいる塀の中を眺め回したりしたそのうちにふとおゆきは眉を潜め箸を止めて目をつぶった「何がそんなにうれしいの?」。胸の中でそういう声がしたのである。 これは、お前が人の囲い物になった証拠なのよ。ほんの短い沈黙であったが、おふみは娘の様子の変わったことに気がついた。どうしたの。気分でも悪いのかい。えいいえ。おゆきは身震いをしながら目を開いた。 なでもないの。あまり動いたから疲れたんでしょうそうして急に食欲を失ったように茶碗と箸を膳の上へ置いたそのあくる日の夕方旦那の騎兵が土産物を持ってきたおゆきは夕食の支度をしているところだったが 紀平は二つある土産のうち折り爪の方をおゆきに渡し「すまないがこれで一杯飲ませてくれ」と言い「ちょっとおっかさんに挨拶してくるから」そう断っておふみの部屋へ入っていったおゆきは喜兵の顔をまともに見ることができなかった。 買ってもらった道具の礼も言いそびれ重苦しいような塞がれた気持ちで酒を買いに行ったり前後しらいをしたりしたそしてすっかり支度ができてから気がつくと母の部屋で喜兵と母の話している声が聞こえた「まあおゆきは思わずつぶやいたお母さんが」。 人と話をするなんて「浦長屋へ筆足して以来おふみはひどく人嫌いになっていた」「相長屋の人たちが見舞いに来ても決して上へ上げるようなことはない」「三戸松の夫婦とは随分親しくしてきたがそれでも大抵は上がりかまちで話すくらいであった」だが今おふみは喜兵衛と話していた。 襖を隔てて貴兵の話におっとりと受け答えするおふみの声がよく聞こえたそうですあのミツバチですと貴兵が言っていたおばあさんは60ちょっとでしたが10年以上も腰の痛みで苦しんでいましたどんな薬も効かず当時も痛みを抑えるだけで もうすっかり諦めていたところでしたそうしてミツバチに刺させたんですかいや知らずに刺されたんですなと喜兵が含み笑いをした秋のことでしたが変な話ですけれどもおばあさんは縁側へ出て後ろ腰を裸にして日光にさらしていたんです お日様の光でぬくめると具合がいいんだそうでそうしているうちに腰のところに何か触ったのでひょいっと手でたたいた後ろだから見えやしません何気なくたたくとそれがミツバチだったからじっくりと刺されたいやもう痛いのなんのおばあさんは飛び上がったそうですがところがそれっきり腰の痛みは 治ってしまったんです。それはそれはまあとおふみが明るい声で言った。そうしますと、そのミツバチに刺されたのが聞いたわけなんですね。ミツバチの毒に何か効き目があったんでしょうな。もっとも、蜂によって蜜を吸う花が違うそうですから。 どの花の蜜を吸う蜂でなければ効かないということがあるかもしれません。しかし現に私のおばあさんはそれでぴたりと治ったんですから。それでは私も。とおふみが笑いながら言った。来年にでもなったら試してみましょうかね。蜜蜂の出る季節になったら是非試してみるんですな。 この辺りでは無理でしょうからどこか湯治場へでもおいでになっておゆきはそこで声をかけ支度のできたことを告げた喜兵衛は座る前に部屋の中を見て回りヤグはおふみとおゆきのものだから今夜からすぐに使うようにとかとりあえず着物を23枚作ろうとか何か他に不足なものがあったら 遠慮なくそうううようになどとおゆきの方は見ずに言ったおゆきも喜兵衛の方は見ないようにしながら言葉少なに「はい」とか「いいえ」とか答えるだけであったやがて前に向かって座り喜兵衛が酒を飲み出してからも両方が何やらぎこちなく話も途切れ途切れで どうにもうまく弾んでゆかなかったお母さんの部屋は日当たりが悪そうじゃないか喜兵がふとそう言ったこっちが東でしょう。そうするとこの六畳の方がいいね今夜からお母さんにこの部屋へ移ってもらったらいいでしょうはいでもそれは。 おゆきはうつむいたた。まま言った「この部屋は旦那様がいらっしゃる時に使いますから私は一日いるわけじゃないし向こうの部屋で十分ですよ構わないからそういうことにしてください」「はいでは母と相談しまして」「喜兵は半時ちょっとぐらいで帰った。 帰るときに紙包みを渡し、これで自分の好みの気弱を買うようにと言った。また明後日の夕方に来るが、そのとき月々の決まったものを渡すからとも言った。彼が帰った後、お行きは母親と遅い夕食を食べた。その後で母親は貴兵の土産の品を広げてみせた それは羽布団という舶来のもので元来は掛けやぐであるが下に敷けば床ずれがしないだろうからと特に探して買い求めたということであったなんだかあんまりよく気がおつきなさるんでもったいないような気がするよ。そうねでも」。遠雪は の上を片付けながら言った「気がついてくださるのはありがたいけれど度が過ぎると押し付けがましいようで嫌だわ」。おふみは娘の顔を見たそれからふと叱られでもしたように羽布団をたたんで脇へ置きヤグの中へ横になった。 お母さんにはこれがそんなに嬉しいのだろうかおゆきは勝手で洗い物をしながら口惜しいような情けないような気持ちでそう思った娘の私を人の目かけにしてこのくらいのことをしてもらうのがもったいないなんてそれでは私があんまりかわいそうじゃないの。 おのの目から荒い桶の中へ涙がポロポロこぼれ落ちたおゆきは自分の哀れさや惨めさを誇張し喜兵衛や母親の独りよがりと無情さを憎んだそれがわざと誇張し自分から歪めた考え方だということはよく承知しながら多分母親にも おのの気持ちが通じたのであろう二人はその夜一言も言葉を交わさずに寝た約束のように一日置いて騎兵は来た毎月の手当それは多くもなければ少なくもない額であった大渡しその時々で必要なものがあれば別に出すし。 おふみの薬代は巴屋の方で負担するということを決めた彼はその日もまずおふみの部屋へ行き土産の菓子寄りを開いて禅の支度のできるまでそこで話し込んだおふみは娘の気を兼ねてか初めのうちは黙りがちであったが喜兵衛のこだわりのない調子につい誘われたとみえ いつかしら明るいおっとりとした声で楽しそうに話しきょうずるのが聞こえた「あんな明るい声は随分久しぶりだわ」「酒の缶をつけながらおゆきはそうつぶやいた」「気が合うのかしらあの人もまんざらご機嫌取りだけじゃなさそうだわ」 お雪はそっと微笑した喜兵衛はその日も半時余りで帰ったおゆきの作った魚をうまそうに食べ酒を三本飲んだだけであるお互いのぎこちなさは少しもとれず話もちぐはぐでどちらも気分が重くなるばかりのようであった着物は 買ったのかい帰りしなに喜兵衛が聞いた「一人で行くのが億劫だったら水戸松のおかみさんにでも一緒に行ってもらったらどうだろう」「持っていると金というやつはすぐなくなるものだよ」おゆきはうつむいたまま「はい」と答えた「あくる日おゆきは」 三戸松の松を誘って買い物に出た。普段用の木尺を二単と帯を買い、戻りにまた三戸松へ寄って半時ばかり話したが、その時の話の様子では、喜兵は小田原町からの帰りに三戸松へ寄って、しばらく飲み直していくということであった。お雪はただそうかしらと思っただけであるが、 お松はそれがさもじれったいという様子でしっかりしなければだめよと繰り返し言ったそのために小田原町の家というものがあるんじゃないの今から帰りによそへ回らせるなんてことじゃしょうがないわまだ落ち着かないからでしょとおゆきは答えたそのうちになじめばゆっくりすると思うわ そうかもしれないけれど、どっちにしろ初めが肝心だからね。お松は念を押すように言った。あんなにいい旦那だし、うちでもせっかくお世話したんだから、お雪ちゃんには辛いことがあるかもしれないけれど、うまく収まるように辛抱してちょうだいよ。お雪はうなずいて、そっと微笑した。喜兵は一日おきに来た。 必ず何かしら土産物を持ってきてまずおふみの部屋を見舞いそこで話してから初めて禅の前へ座るのであった11月が過ぎ12月が過ぎ年が明けていったが喜兵のその習慣は少しも変わらなかった時に酒を飲み過ごすことがあっても10時になると必ず帰っていた 雨の時雪の時ひどく北風の強い晩などおふみがよく止まってゆくようにと進めるが店の者のに示しがつかないからと言ってあっさり立ち上がるのであったおゆきは依然として気持ちがほぐれなかった彼がいい人間だということも分かったしそんなにも自分たち親子に尽くしてくれることはありがたかった 彼のいないところではそれを素直に認め心から頼もしく嬉しく思い今度こそもっと打ち解けようと決心するのであるその気持ちには決して嘘はないのだがいざ彼と差し向かいになってみるとそれができない「私はこの人の囲いものだ」そういうささやきが自分の耳に聞こえてくる。 自分は金で買われたのだ。この人にはちゃんとした妻があり家庭がある何か事情があってその家庭は寂しいそうだが彼の本当の座り場所はそこにあるし彼の本当の愛情はその妻のものであろう自分は一時の慰み者だこういう思いが みみようもなく胸に込み上げてきて、き体も感情も凍ったようになるのであった。喜兵衛はそれを知っているかどうか、感づいていながらお雪の気持ちのほぐれるのを待っているのかどうか、時にふと物しげな沈んだ顔つきになることはあっても、怒ったり不機嫌な様子を見せることは決してしなかったし、次々と 着物や帯や串買いなど身の回りのものを買ってきてくれた「どうして怒らないのかしら」おゆきは時々そう思ってイライラした「気に入らなかったらどうなりつけるかいっそ力いっぱい打ってでもくれればいいのに」「正月下旬になったある日ちょうど母が 銭湯に行った後のことであるが日本橋の去る店から綿の厚いヤグが一組届けられてきたまるで嫁入りに使うような絹の派手な色のヤグであったその頃ヤグなどは自家で作るものだし注文した覚えもないので間違いではないかと断ったが確かにこの家にそういないと言い張るので受け取った。 そうして受け取った後でおゆきはそれと気がついて赤くなったあの人だおゆきはそうつぶやくなり恥ずかしさと屈辱のためにカッとなったあの人に違いない口で言えないものだからこんなことをしたのよ知らないような顔つきでなんという人だろう 届けられたヤグを前にお雪が青い顔をして座っているところへ母のおふみが帰ってきた今年の冬は珍しくおふみの体の調子がよく5日に一度ずつ来る髪結いにも起きて髪を言わせるし多少具合の悪い時でも後が楽になるので銭湯へはほとんど毎日のように通っていた」。おや、 できてきたのね。おふみは買ってからこっちへ出てきながら、そのやぐへ目をやってから言った。おゆきはびっくりして母を見上げた。できてきたのって、お母さん。おゆきは母の目をじっと見つめた。これが届くことを知ってたの知ってたともさ、私がおちかさんに頼んで、 あつらえたんだものそう言いながらおふみは自分の部屋へ入っていったおゆきは唇をなめながら首をかしげた「おちかさんというのは髪結いの女である母がなぜあの女に頼んでこんなものをあつらえたのだろうこれをどうしようというのかしらおゆきがちょっと戸惑っていると」。 隣のの部屋で母の呼ぶ声がしたおゆきが入っていくと母は寝床の上で紙に櫛を入れていた「ちょっと座っておくれ」。おふみは娘の方は見ずに行った「今日はあんたに話したいことがあるのよ」。お雪は座って おふみはそのまま櫛を動かしていたがその手はかすかに震えていた「親の口からこんなことを言うのは嫌だから今日まで我慢して黙っていたんだけれど」とおふみは低い声でしかしきっぱりした調子で言った「どうしても見ていられなくなったから言ってしまうよ」。 お雪「今夜もし旦那がいらしたらあんたからそう言って泊まっていらっしゃるようにしておくれ」。おゆきはドキッとして目を上げたおふみはまっすぐに前を向いたままであるが娘の様子は見なくともわかるのだろうすっと小瓶のあたりが白くなり櫛を持った手が。 もっと震えたこう言えばわかるでしょういくら旦那が気のいい方で何にもおっしゃらないからと言っていつまでこんなこれじゃああんまりですよわかったわおっかさんいいえどうせ口に出したんだから。 ももうう少し言わせてもらうよ「おふみはそれが二度と触れることのできない問題だということをよく知っているという口ぶりで惨めに勇気をふるい起こしながら言った。親として娘を嫁にやることもできず人の囲いものなんかにすることがどんなにつらいか。 それは私は言わないよ。私はつらくとも先の短い体だからまだいい。あんたにとっては一生のことなんだからね。つらいとか悲しいなんていうもんじゃないんだから。けれどもおっかさんはあんたにこうなってもらうより仕方がなかった。私たちは こうするより他にどうしようもなかったそうだろうおゆきおっ母さんが悪いんじゃないわおっ母さんのせいじゃないわ私自分でそう決心して水戸松さんのおばさんにだからって 巴屋の旦那が悪いいんでもなははずよおふみ娘の言葉を遮ったのの旦那のためにあんたがこんなつらい思いをするんじゃなくて私たちの方から巴屋さんのお世話になったんじゃないのそれも通り一遍の人ならおっ母さんだってこんなことはいやしない。 あんたの好きなようにさせて見ていますよ。でも私はもう見てはいられなくなった。家を持たせてくださったり物を買ってくださることを言うんじゃないのよ。お金のある人ならこのくらいのことは誰でもしてくれるかもしれない。そうじゃない。ともえの旦那のはそうじゃない。 してくださること一つ一つに心がこもっている。歌詞一折にだって本当の気持ちがこもってるのよ。おゆきあんたは若いからまだわからないかもしれないけれどおっさんにはそれが痛いほどはっきりわかる。かっこい,いものとか慰みものなんてことじゃない。旦那は、 本心からあんたのことを好いていらっしゃるそれがわかるからお母さんは間に立ってどんなに苦しいか知れないのよ分かったわよくわかったわおっ母さんおゆきは痛ましげに微笑しながら言った私だって大抵分かってたのよ でも私きっとずるいのね言われるまではいいやっていうような気持ちがあったんだと思うのそれじゃとおふみは初めて娘の方へ振り向いたそれじゃあんたおっさんの言ったこと聞いておくれかえええ おゆきはもう一度微笑した「うまくやってみるわ」おゆきは本当にそう決心した「こんなことがいつまで続くものではない」「こんな一寸延ばしのことを続けていればそのうちにもっと悪いことが起こる」おゆきもそう思っていた。 兵がいい人間であればあるだけ我慢が切れた時の呵責のない怒りも想像することができた遅かれ早かれそうならなければならないんだものこれがいい潮時かもしれないわ騎兵はいつもより少し遅れてきた一日おきに来る習慣はきちんと守られているので お雪はいいつも至高の支度をしてて待っている。「その日はつぐみの味噌漬けがあったしほかにも二品ほど魚を多く作った喜兵衛は目ざとくそれを認めこらえしょうもなく嬉しそうな顔つきになったそうしてその嬉しさを表現するのに困った様子でいつになくおゆきを褒めたりした」。 いい血色をしてるね今夜はまるで今湯から上がったように見えるよええ今お湯から帰ったところなんですああそうか彼は継穂がなくなってどもったそうだろうね私はまたその後は口の中で消えた お雪も間の悪「い思いいで目をそらしたいつもそんな風である」「おゆきが何か言うとつい会話を中断するような言葉が出てしまうし騎兵にもそれをうまくつなぐ起点がない」「それでいつも話がしらけてしまうしこれまではその方が勝手だったのであるがその晩は後のことがあるので」 お雪は口下手な自分を初めてもどかしく思っただが喜兵衛のいい機嫌に変わりはなかった彼はお雪がいつもと違うのを感じていた来るとすぐいつもの通り先におふみの部屋を見舞ったのであるが珍しいことにおふみはあまり話したがらず反対にお雪の方が明るい顔つきで 立ち居の様子にもこれまでにない優しさがあった「今夜はバカに酒がうまいよ」喜兵衛は早くも酔いながら言った「少し疲れているせいかもしれないが一つゆっくりさせてもらってもいいかね」「どうぞ」とおゆが答えた「よろしかったら」 泊まっ?」て行ってっくださいまし。えというように喜兵衛は目を上げたおゆきの口からそんなことを聞くのは初めてなのでびっくりし信じかねたのであったおゆきは赤くなり喜兵衛の目を避けながらそれでも勇気を振るっていった「新しいヤグができましたから」 泊まってくだすっても大丈夫なんですああそれでと喜兵衛はまぶしそうに目をパチパチさせたでは今度いつかそうですね今度それでは是非どうか大丈夫ですから。 ありがと喜兵衛は低い声で言った私も作らせているものがあるからそうしてそこでその話は切れてしまった喜兵衛はいつになく飲み過ごしたが本願寺の十字の鐘が鳴ると真面目な顔つきになりことによると 今度は来るのが一日延びるかかもしれないいら、こう言って帰ってて帰った。おゆきはほっとした気持ちと一種のはぐらかされたような失望とそうしてそんなことを口にした恥ずかしさとでその夜はもちろんあくる日も一日母の顔をまともに見ることができないくらいであった。 一日延びるかもしれないと言った喜兵はそんなこともなくいつものように中一日置いてきた朝から曇っていたのが午後から細かい雨が降り出しまるで春にでもなったような暖かい酔いになった喜兵は風呂敷包みを持っていたが例によってまずお文の部屋へ行き すぐにお雪を呼んだ「ちょっと見てくれないか」。彼は包みを開けながら言った私の好みで染めさせたから色が少し地味かもしれないんでね気に入ってくれればいいがおふみは寝床の上に置き直っていた喜兵衛はその前で竜を開け 中か仕立てたばかりの振り袖を出してそこへ広げたおふみが「まあ」と声を上げおゆきも思わず膝ですり寄った濃いうぐいす色のぼかしに袖から裾いっぱい紅梅と白梅の菓子を伸ばしたあでやかに見事な友禅模様であるおゆきは胸がドキドキした まだ牧町に店のあった頃おゆきもそういう振袖を作ってもらったことがあったそれは同じ町内の紙問屋の娘で踊りの稽古友達だったお脇野と一緒に京へ染みにやってこしらえたものであった「私のは牡丹に桜の模様あきちゃんのは八重桜に曲水だった」。 お雪はその振袖をまざまざざと思い出した。「やっぱりちょっと地味でしたかな」。喜兵はおふみに向かっていった「もう少し地色が明るく出ると思ったんですが地味どころですか派手なくらいですよ」。おふみは手を伸ばしてそれを自分の膝の上へ取り上げた。 この色だってこれより明るかったらこの人には着られやしませんでもまあなんて綺麗なんでしょうおゆきはそっと立ってその部屋を出たおゆきは泣きたくなっていた自分でも理由はわからないそのあでやかな遊禅模様が マキ時代のことを思い出させたためかもしれないまたそれを見た途端に「三重振り袖四重島田」という言葉を連想したが三重になって着る振り袖と四重になって言う島田曲げとは女にとって最も悲しい惨めな姿だと言われる自分はもう二十八だからそれを着れば 文字通り三振袖なんだこう思ったからかもしれないどちらとも言えないがそのあでやかに美しい模様を見ているとやるせないほど胸がいっぱいになり危なく泣き出しそうになるのであったどうして振り袖なんぞ勝手へ入って前後しらいを続けながらおゆきは口の中で そうつぶやいたこの年になってどうして振袖なんぞするとおかしいほど涙が出てきたのでおゆきは前かけで顔を覆いそのままややしばらく涙が収まるのを待った支度のできた禅を運び寒毒りを長火鉢の道庫に入れてから お雪は母の部屋へ戻った。二人はまだ振り袖を広げて話していたおゆきは片膝をついたままで急に気分が悪くなったからすまないが寝かせてもらいたいと言った二人はびっくりし話をやめておゆきの方へ振り返った「気持ちが悪いって」とおふみがとがめるように娘を見た。 今まで何ともなかったのにどうしたのどうにも寒気がして辛抱ができないんですだってお前そんな急にせっかく旦那がいらしてるのにいやそんなことはかまわないが喜兵衛は首を振っていった気持ちが悪いなら無論早く寝る方がいい。 湯に行って風邪でもひいたのかもしれないからねすみませんお勢はもうできていますお酒もつけてありますからお雪は目を伏せたままこう言ってそっと立って出て行ったおふみは呼び止めようとしたが貴兵はそれを止めて気軽に笑いながら立ち上がった では一つ今夜はおっかさんの前でいただくとしましょうかなそして喜兵衛はその部屋へ禅を持ってきた彼は明らかに失望した落胆と悲しいような不満とでひどく心が重かっただが彼にはそれを表に表すことができないむしろそれを隠すために いつもより陽気そうにおふみと話しさも楽しそうに飲んだ「そんな酒が長く続くわけはない」「自分で缶をつけに立ったりわざわざネズミいらずを開けて必要でもないつまみ物を探したりしながら半時余りも手尺で酒を重ねたがどうにも間が持たなくなりやがて取ってつけたような挨拶をすると」 追い立てられるように座を立った明後日は帯ができるはずですが喜兵は帰り自宅をしながら言ったできていたら持ってきますどうかお大事にするようにとおっしゃってくださいあなたもお大事にと言って喜兵は帰っていったその翌日 午後3時ごろであったがまだ降り続いている雨の中を水戸松のお松が訪ねてきた正月3日に来たままで久しぶりのことだったが何やらひどく興奮している様子でろくに挨拶もしなかったしほんのわずかおふみと話すうちに何度もちぐはぐな返事をしたりしたそれでおふみにはおよその察しがつき 改めてお松の顔を見ながら言った「あんた何か話があって来たんでしょうそうじゃないのお松さんええそうなんですお松は待っていたようにうなずいてお雪の方を見たおゆきちゃんに話したいことがあって来たんですけれどあなたにも聞いていただきますわ」。 お雪はドキッとして目を背けた。「それは」とおふみが言った「巴屋さんのことなのね」ええ巴屋の旦那のことです。とお松はちょっと座り直したゆうべお宅からの帰りにうちへお寄りになって12時近くまで飲みながら話していらっしゃいました。 こちらでどのくらい召し上がったか知らないけれど、うちでも随分乱暴に召し上がって、ついぞない身の上話を聞かせてくださいましたわ。とお松は続けた。それで、うちの人も私もびっくりしたんですけれど、おゆきちゃん、あんたはもう知ってるんでしょ旦那にはおかみさんがいないっていうこと。 お雪はぼんやり目を上げた。「旦那におかみさんがいない」どういうことだろうおゆきにはわけが分からず黙って首を振るばかりだった「旦那に何ですって?」とおふみが聞いたそれはどういうわけなの 巴屋の旦那にはおかみさんがいないしおかみさんを思ったこともないっていうわけよ。あんたは知ってるんでしょ、う、ゆきちゃん。おゆきはまたぼんやりと首を振った。話してくださいな、お松さん。おふみも寝床の上で座り直した。一体、それはどういうことなの 縁のなないいい人が聞いたら笑うかもしれないあなたにもおかしいかもしれませんわ」とお松は話し出した「旦那はまだ一度も結婚したことがないんですって信州の小渕沢から出てきたのが11の年で京橋の五郎兵衛町にある妙賀屋という旅屋へ奉公に入りそこで丸26年も勤めたんですって妙賀屋というのはあなたもご存知でしょ 26年も勤めたのは途中でご主人が亡くなったためにご長男が17になるまで暇をもらうことができなかったんだそうですわ。でもそればっかりじゃなく私は旦那の性分でもらってもいい暇をもらわずに辛抱をしたんだと思うんです。そして38の年に今のところへお店を持ったまま今日まで7年ずっと独り身で 悪遊びもせずに通してきたっていうことですわ。だって、ミオガヤさんや、お棚うちというものがあるでしょう。もちろん縁談はあったらしいんです。お松は鼻の汗を拭いた。でもそれは、旦那の受気に入らなかったんでしょう。度ばかりあった縁談を断ると。 今度はもう口を利くものがなくなったんですって。旦那は自分の年が年だからっておっしゃってましたわ。男ぶりはこの通りだし、口は部長法で気は利かないし、それに生実家店の方が繁盛して、弟子も五人置くようになったので、いざ嫁という段になると、中に立つ者も、こちらも気が重くなる。結局、 要素へ世話ををするものを置く方がいいいんじゃないか。そう思って当たってみるとその方ならいくらでも話がまとまりそうなんですって旦那のお人柄のせいがあるかもしれませんそれならなおさらだけど嫁の話は難しいがそうでなければ相手があるというのは悲しいじゃありませんかおゆきは深くうなだれたまま 小刻みに肩を震わせていたおふみはそっとうなずいたおふみにはわかるようであるそれはいかにも騎兵の人となりを証明するようだ気がよくって真面目で引っ込み思案な彼の姿がその話の中にまざまざと見えてくるように思えたおゆきちゃんと会うまでは ほんの飽きるまでのつもりでしたって」とお松はなお続けたけれどここへ家を持っておっ母さんとも話をするようになったらもうとても別れるような気持ちはない生涯一緒に暮らしたいしできることなら水谷町の家へ入ってもらってちゃんと祝言もしたいっておっしゃってましたおゆきちゃんお松はそっちへ向き直った あんたこの話知ってるんでしょおゆきは黙っていたもう足掛けみ月にもなるのにあんたが知らないわけはないわ知ってるんでしょあんたもし知らないとすれば私たしお母さんの前で言うけれどあんたそれじゃあんまり白状というもんよお松は指で目を押さえた 旦那は、あの通りの気性だから、ご自分の方からこれこれだっておっしゃれないかもしれない。でも、おゆきちゃんだってねんねじゃなし、みつきも付き合っていて、そのくらいのことを感づかないなんてあんまりじゃないの。いいえ、私言うわ。旦那は夕べ涙をこぼしていらした。私の気持ちは、 お雪には届かないいらしいって。潰れるほど酔ってたからおっしゃれたんでしょうけれど私はおゆきとは別れられないっておゆきはずっと立ちそのままそこを出て後ろ手に襖を閉めた「ごめんなさいあなた。 タンスの前へ来ると心の中でそう叫びながらおゆきはそこへぺたんと座り両手で顔を覆った「堪忍してください堪忍して」。両手で顔を覆ったまま激しくむせび上げいやいやをするように目もだいをした。 いろいろなことが分かった。いいろろなことというよりこれまでのすべてのことが晴れてゆく霧の中からものがはっきりと見えてくるように切ないほどじかに分かってきた水戸松さんのおばさんの言う通りよ。あたし白状でしたわ。自分のことばかり考えていて。 あなたのことととちっとも知ろうと思わなかったあなたにおかみさんがないことも知らずおゆけをそんなふうに思ってくださることも知らずただ自分の不幸せなことばかり考えていたなんてでもよくわかりましたこれから償いをしますわ。 これまでの分と一緒に十倍にも二十倍にもして償いますわお雪は立ち上がってタンスの中から多頭包みを取り出したそうして見えもなく泣きじゃくりながらあの振り袖を取ってそこに広げたタンスを開ける音で 何をするのかと思ったのだろうお松が襖を開けてこっちへ出てきたおゆきちゃんどうしたのこれを見てちょうだいおゆきは涙に濡れたままの顔でお松に笑いかけた綺麗でしょこれ作っていただいたのよ まあ、とお松はほっとしたように言った「それおゆきちゃん振り袖じゃないの」ええ振り袖お振り袖よおゆきはそれを自分の腕へかけ首をかしげながら甘えたような声で言った「私が着れば」 三重振り袖だけどそれでもいいでしょうおばさんそしてぐしゃぐしゃな顔でまたお松を見た「すみませんけれど帰りに水谷町のお店へ寄ってくださいなあの人に明日どうぞ来てくださいまし」。 ことづけなの、ね、いただいたこのお振りでを着てお待ち申していますからっておゆきちゃんおばさん分かってくれたのねおゆきちゃんおばさん堪にしておゆきはそう叫びながら 飛びかかるようにお松へす,がりついたすると彼女の腕から落ちた振袖がまるでそこに紅白の梅が一時に咲き出しでもしたように華やかに明るくパッと尾を引いて広がった。